まもなく進行方向右側に崖の大鳥居が見えてまいります。歴史とロマンの島、宮島のシンボルでもあるこの大鳥居は、高さ16メートル、横の長さ22メートル、柱の周囲は10メートルにも及び、クスノキの自然の木で作られています。根元は海底に埋められているように見えますが、実際は海中に置かれているだけで、堀内自身の重みで立っています。現在のものは平安時代から数えて9代目にあたるものです。